ブリストル x l r q 1ブリストル x l r q 1イン1943ブリストル x l r q は1940年代初めに開発されたアメリカ合衆国の水陸両用の12人乗りの輸送グライダーアメリカ合衆国コネチカット州のブリストルエアロノーティカルで製造された1942年から1943年の間に アメリカ海兵隊のために開発されたが、1943年に開発中止となり、2機が製作されたのみで終わった。ドイツ軍の輸送用グライダーの成功によって、1941年5月から、アメリカ海軍と海兵隊は輸送用グライダーの開発を開始した。12人乗りと24人乗りのグライダーが計画され、海軍航空交渉は既存のグライダーの設計を、 流用して木製、またはプラスチック製のグライダーを要求した。武装した一連隊分の兵士715名を輸送するに必要な機数を配備する構想であった。飛行艇コンソリデーテッドプビーによってグライダーを牽引する構想であった。1942年に海兵隊はサウスカロライナ州パリス島のページ基地にグライダー部隊を設立し、シュワイザー l n s 一や プラット、リードローマイナス1、あとに、エアロンカ LNR マイナス1などのグライダーで、訓練を始めた。県員には、練習機 NA、NAFN3N や水陸両用機グラマン J2 階が、用いられた。海軍は、海岸制圧を想定した12人乗りのグライダーの、試作機をアライドアビエーションとブリストルに、それぞれザルラマイナス1、XLR9 マイナス1として発注した。 設計的には成功し、それぞれ100機が発注された。海軍航空交渉でも LRN-1 としてライセンス生産が計画された。ブリストルに対して発注された4機の試作機のうち2機が完成した。引き込み足で水上に着水することができた。太平洋の防備された島の海岸をクライダーで制圧するのは現実性がないと判断され、1943年に 開発計画は中止された。ありがとうございます。